私は一体は。ここは。お久しぶりぶり。何しに来たのよこのハゲータコ、ボケなす。開始早々までワレディクル。おいバカやめろ。っていうかなんでこのタイミングで復活したの？そうですね、いろいろ理由があるのですが、一番はやりたくなったからです。それが1年以上も待たせた実況者。ああ、本当にごめんなさい。でも復活したからこれから安定して出せるんじゃないの？ふっふ、甘いね霊夢くん。ぶんなぶんと。本当かな。というわけで今は受験で忙しいのです。ゲームしてるやつがいるな。まあ、と大学行くまで安定して投稿できないとだけ覚えといてください。それは分かったけど、マイクラはどこまで進めたの？そうですね、マイクラ自体やってても別のワールドで遊んだりしてたので、ルーちゃんとした程度ですかね。非常にコメントに困る進め具合だな。でもこうしてみると少し進んだんじゃない？そうだな、心なしか見慣れないものも多いしな。では今回は久しぶりこのワールドを少し振り返りましょうか。はい、ではまずここ石が多いです。以上。いや待て、それだけか。はい、そうか。続いては初詣です。今日は元旦だからね。合格祈願します。ここの穴は相変わらずだな。なんか拠点作るのだるいんですよね。そのうち作ります。はい、続いてはこちらにあたりから作り始めた。こちらよくわからない土地でございます。こうしてみると懐かしいですね。なんかいろいろ立ってんな。知らないうちに内職するのがうちの遊戯。編集してるとき何を喋ればいいのかわからなくなります。非常に困っております。てかここのトラップドア開けたらなんか変なの出てきたぞ。これはですね、どっかのマリサゲフンゲフン、どっかのバナナみたいな不審者が来た時のための攻撃用装置となっております。ふんなふんぞ。お前なんで私が不審者になってんだよ。バナナはいいんだ。そんなことは置いといて、ここの中から倉庫などが見れます。細かいところまでもこだわり尽くす。これもうちの遊戯です。じゃあ上の方に見える仮ブロックを撤去しないのは遊戯です。遊戯です。もちろんこれだけではありません。地上だけではなく地下にもしっかりと作っています。階段以外はちゃんと作ってるんだな。チェストいっぱい置いてるけど何が入ってるの？イメージ的にはここはさっきの攻撃するところの倉庫なので、弓矢や攻撃する何かが入ってるんですけど、本来はなんですけど、ここはマジの倉庫として使っています。便利さ優先ね。はい、ということで今回はここまでです。終わるのが結構早かったのですが、いろいろある時期なのでご了承ください。時間ができれば積極的に活動していきたいと思うぜ。マインクラフトの他にもマリカなどのゲームもプレイしていきたいね。まあ、それも生活が安定してからだな。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。